コレートプラネットの5分ラジオ、チョコプラのラ。どうも、チョコレートプラネットの佐田です。松尾です。さあ始まりました、チョコレートプラネットの5分ラジオ、チョコプラのラ。というわけでね、はい、ザ・ W ね、はい、すごかったですね。ちょっと東京遊泳の方でもね、ちょっとだいぶ喋ったんで、ちょっと被るとこあるんですけれども、はい、いや非常にレベルが高くてみんな面白かったですね。すごかったなぁ。まあでもやっぱ女ガールズが面白かった。いやな、女が初めて見たからさ、うん、やっぱああいう真ん中のああいう感じの好きだよね。好きなんだよね。あれ何ガールズだっけ。女ガールズ。女ガールズの名前あるんだよね。なんか全員なんとかガールズがついてる。そう、うん、だから岡本津と同じシステム。いや、そうだね。うん。岡本津と同じシステムなんだけど。いや、ああいう子はやっぱ、なんか自分にはないものも。そうですね。あれはやっぱすごいなと思って。面白かったな。いや、ちょっとまあラジオで喋ってないところで言いますと、うん、まあ今回、小田上田が、うん、まあ優勝しましたけど、はい、その功績としてでかいのが、うん、米田2000なんじゃないかなと僕は。思うんですね。やっぱトップバッターで、うん、あの世界観で、うん、あれだけ受けるっていう、うん、で、あれあの世界観をなんかお客さんに広めたから、あの小田上田のあの世界観も受け入れられたんじゃないかなと僕は思うんですよ。なるほどね。うん、だから結構いやむちゃくちゃやん、結構シュールで、うん、であれだけ受けるっていうのはやっぱ空気良かったから、でそれをちゃんと持ってったっていうのが米田2000なんじゃないかなっていう、米田こう2000の功績がでかいんじゃないかなと僕は思う。米田功績ってことですか。米田功績です。あれすげえ練習してるよね、あのネタ。いやすごいと思います。もう俺もう、わ、なんかもう面白かったのもそうだけど、うん、うわ、めっちゃ練習してんだろうなと思って、なんか偉いなと思っちゃった、うん、なんか。で、あと、チャッチャも面白かった、ね。チャッチャ面白かったな。チャッチャ、あんまちょっとラジオ触れてなかったんですけど、うん、いや、チャッチャのあの感じめっちゃ新しかったですし、うん、で、あれで受けるっていうのもすごいなと思いました、うん、やっぱり。うん。あれでやりきるのも、あれでやりきるのは、いや、あれはすごく評価されますね、あれは。他のネタ見てみたいなと思った、ね。いや、見たい見たいと思いましたね、あれは。うん。あの子も吉本でしょ。チャチャ。チャチャも。あ、そうなんや。そうそうそう。後輩だよ。確か東京吉本だよ。あ、そうなんや。そう、だからもうそこもさ、恥ずかしいじゃん。全然。いや、そうなんですよね。これダメですね。知れてないっていうさ。まあだからこれ安定したっていうところで、まあね、こう結構、弁償がでしたけれども。ああ、まあね。まあそうですね。そうだよ。で、あとはまあやっぱ天才ピアニストがもうやっぱすごかったですね。うん、やっぱりもう一本目のネタのやっぱもうクオリティが半端なかったですから、うん、あれなんで俺、あのキングオブコントでやってたとしたらなんで決勝行ってないんだっていうぐらい。いい設定だし、いい設定。あとね、ツッコミの子うまかったですね。うん。あんなうまいんだと。いや、面白かった。うん。いや、あれはすごかったですね。ちゃちゃほら、東京25期。あ、そうなん ?25 期?えぇ、20? 何年後輩?何年俺今28とか9とか10、いや今30期じゃなかったっけ。もう30期か。ん?違うか。で10、ん?違うか、わかんない。30期そんな。2年、あ、違う違う、2年目とかか。うん。14年後輩。すごいね。生年月日。うん。非公開。あ!ちゃちゃ。ちゃちゃ。ちゃちゃちゃ。あ、ちゃ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 。なるほどね。育ち良さそうだもんな。うん。趣味、バレエ、ピアノ。うん。西洋、西施術、うん、薬膳。ああ、すごいですね。うん。なんか嬉しそうですね。なんかね。ちゃちゃもね、なんかね、来そうな感じ。こんな感じの子いないし。うん。うん、すごいね。すごいよ。うん、やっぱあんだけ荒れるっていうのはすごいよね。やっぱり、最終審査。しょうがないよね。まあこれはね、やっぱ審査員の人を思うとかなり難しかったんじゃないかなと。やっぱ審査基準がおのおのありますからね、これは。そうよね。そう。いやだからこのネタの構成を見るのか、受けで見るのか、バックボーンで見るのか。で、バックボーンで見たら、だからその、芸歴何年目であそこまで撮ってるとか。だから、女があるとかね。あの、友近さん入れてましたけれど、一人で。だから、アマチュアであそこまで行ったっていう、評価でやれば、確かに女ガールズの票を入れるっていうのもありますから。いや、みんな、だからもう審査員のことごちゃごちゃ言うんだったら最初から見ないでくれよって、うん、いや、まあまあそれも、ね、いいですよね。そういうの楽しんでいただければ、うん、
な。だから、総合、あれ、決勝も、だから、一本目と総合で見るかどうかっていうのもあります、ね。それも人によって違うもん、ね。それもやっぱ違う。二本目と比べたらみたいな。そうそうそう。いや、女ガールズ。